プチ魔女サラダの魔法レストランは、うのとモコによる日本の児童文学作品。総画は、安倍豊か、丸伝次郎が手掛けている。小学4年生の少女サラが、藁の人形であるダーチャに、魔法レストランへ誘われて、見習い魔女となり、魔法や料理を修行して敵である谷の魔女と対決する。2009年1月に、シリーズ第一作目の千年トマトの秘密が、 高段社から観光された。小学4年生のサラちゃんは学校ではトロクサイといじめられていた。そのことを台所のわら人形に話した夜、不思議なことが起きた。そのわら人形がサラちゃんを魔法の国へ連れて行ったのだ。そのわら人形の名前はダーチャ、魔法の国の住人だった。サラちゃんは魔法の国でマダムリコから魔法のバトンを渡され、 魔女修行をする。ある時、魔法の国の千年トマトの様子がおかしくなった。千年トマトが枯れると、そこに封印されていた邪悪な心が解き放たれ、魔法の国の住人が邪悪な心に染まってしまうのだ。それを防ぐために、サラちゃんはダーチャたちと共に、輝きの水を探しに出かける。そして、敵の谷の魔女に邪魔されるが、なんとか切り抜け、千年トマトを蘇らせた。 サラちゃん本名は魔界のサラだ。西の森小学校の小学4年生。学校では泥臭いといじめられていたが魔法の国へ行って魔女修行をし魔法の国を救う。ダーチャワラ人形。本名はダッチャルチア・マルグリッタ。サラちゃんのお母さんは台所の神様と呼んでいる。空飛ぶ宝器を持っていて金色の手で魔法をかけることができる。 マダムリコ魔法の国の森の魔女。レストランを開いている。サラちゃんに魔法の呪文を教えてくれた。ミュール魔法の国の黒猫。言葉を話したり、料理をしたりすることができる。カボタンカボチャランタンの頭をした、小さい男の子。頭に火を灯し、あたりを照らすことができる。ジャックランタンがモデル。歌うフライパン歌を歌うフライパン。羽がついていて、 飛ぶことができる。普通のフライパンのようにパンケーキなどを焼くこともできる。谷の魔女的の魔女。赤のプリンセス邪悪な心を千年トマトに封印した伝説のプリンセス。ありがとうございます。